はい、では始めます。皆さんこんにちは。改正講座ですね、今日、今年初めてになりますけども、約1時間ぐらいですかね、やっていきたいと思います。担当レクセン講師弁理士の能登美です。はい、TPP が12月の末に発行しまして、で、ちょっとこうベーシック講座も中上級の講座もテキストが追いついていなかったので改正対応してなかったんですよね。ですから、ちょっとどうしようかということで、レックの方でもいろいろ話題になったんですけど、あまりこう積極的に改正に関して前向きな感じではなかったんですが、今日こうやって見てみると隣も同じくらいの大きさの教室があるんですけど、またいっぱいになっていて3クラス目を設置しているので、かなりたくさんの方が今日来られていて、でおそらく中継校も、それなりに人数が来ている感じなので、やってよかったかなというふうに私は思ってます。かなり抵抗があったみたいで、うちのクラスからはかなり要望があったんですよね。それで 割と私の方でちょっとやりますって強行しちゃって、もう告知もやっちゃったんでっていうふうに今回強行決定させてしまったような形だったんですけど、蓋を開けてみると割と需要がやっぱりあったかなと思ったので今日ですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、今回改正対応してなくても改正講座立ち上げるまでいらないんじゃないのって言われた、理由はですね、整理してみると改正条文たくさんあるんだけども、整理してみると、実質的に大きく変わったところっていうのはあまりないんですよ。連動して技術的な改正がさ入っている条文がほとんどで、TPP の大きなやっぱりテーマとしては特許法の延長のところですよね。そこが一番大きくて、で、あとはそんなに大きくないかなというふうに思って、延長関係もちょっとずれていたりとかしてる、条文番号がずれていたりとかしていて、ちょっとこうね、改正がいっぱい入ってるように見えるんだけども、延長関係っていう一括りで言うと、TPP の関係で言うとそれだけですし、であと31年の4月1日施行予定のものも今日ちょっと扱いますけども、109条の2のところですよね。あのあたりのところも、ちょっと細かいんですけど、そんなに大きな、ところではないから、皆さんとしてはその安心していただくっていうためにも、今日は、実施してよかったと思います。はい、で今日は、奥野先生がね、やっぱり改正講座まだちょっと時期尚早でしょうって言われたんですけど、その一つの理由は何も文献がないんですよね、まだ。だからちょっとね、そういう意味では私の方でもちょっと簡単なレジュメ使いますけども、一緒にちょっと条文を読んで、どういう意味なのかっていうようなことですよね。でもし改正が仮に出たとしたならばですね、条文通りにしか出ないので、1回目の試験っていうのは、ですから当然そんな深く出ませんから、逆にある程度やっとけばボーナス問題だというふうに言えると思います。大体改正されてすぐ出た試験の正答率はかなり高いです、どんな問題でも。だから怖がらずに今日はね、割とこんなもんなんだなってね、こう帰りに帰っていただけるようにね、安心していただくため のものでもあると考えていただければいいかなと思いますね。で今日かなりちょっとね、人数が多くて、今言ったように予定の人数をかなり越してしまったんですよね。で受験生の方に限ってっていうふうに一応告知をして、20年の改正の時一回宮口先生と合同で私とやったんですけど、その時はですね、結構合格者の方が来ちゃったんですよ。でもややこしくなるでしょ、やっぱり実務の質問とかになるしね。でもだから受験生の方にはやっぱ迷惑だから、今回はもうくれぐれも受験生の方に限定して募集してくださいっていうふうに伝えましたから、そんなには触れないかなって多分レックも思ってたんですよね。でそうするとちょっとね、多くて教室もまたがっているので、ちょっとレジュメが行き届いてないみたいなので、ちょっと遅れて配布されるかと思いますので、ちょっとその辺はよろしくお願いします。で、3ページ目のところですね、ちょっと差し替え用紙を出したんですけども、3ページ目のところに差し替え用紙が入ってない方も、後からちょっとこう配られたものに関してはこれですね、これペラのもので差し替え用紙が本当はあるんですね。この
最後10まで入ってる表のものなんですけど、これ後からもらった人は入ってないと思うんです、すぐ印刷して届けてくれると思いますので、ちょっとずつちょっと始めておきたいと思います。あんまりお待たせするのも申し訳ないから、ちょっとね早めにちょっと出てきちゃいましたけど、心配しなくても配ってもらえると思いますので、なのでちょっと3ページ目ね、ペライチがあるよっていうことだけお伝えしておきますね。はい、では、早速なんですけども、内容に入っていきたいと思いますね。で今回、TPP の改正で大きく、変わってきたのが、この特許権 の、 67条のところの条文ですね。ここからちょっと変更が、大きく入ります。67条ですね。で皆さんも改正条文をうちに持ってたりとか、今今日講義があって持ってたりとかする人もいると思うんですけども、パテックの、条文ね、4法対象とかも特に担当の勉強とかで使われてると思うんですけど、今回試験の対象にならない条文とかも改正ちょっと先々のものが入っていたりとかしていて、ちょっとややこしくなってしまっているんですけど、今回扱うのは、次の試験ですね。今回の31年度の、担当試験で、影響があるところということで、論文試験も7月にかからなかったので、ですから担当試験のところと同じ条文でいけると思いますから、7月に入っちゃうと今度ややこしいでしょ。担当と論文で扱う条文が違うってことになってしまうから、そういうことはないだろうなと思ってましたけどね。なので、ちょっとその4月1日1日の、試験ですよね。試験はそこの施行日のところ、施行日とか試験の適用条文というのは試験日で基準になりますから、そうすると4月1日 の、 施行予定のものまでが入りますので、そこは使っていきたいと思いますね。はい、では、まず67条なんですけども、67条1個はいいですね、変更がないので略にしてあります。で、2項ですね。で今回大きくちょっと改正を、ちょっとこう木を見て森を見ずになってはいけないので、まずちょっと森の話からしますけども、存続期間の延長パターンですね、9法今までの法律だと、その薬事法 の、関係とか、旧薬事法ですね、今ちょっと名前違いますけど、農薬取締法とか、そういった法律で特許権は得られたんだけども、実施が実際まだできませんよと、承認が下りるまでできませんよっていうことで、特許権が、得られてるのに実施が、もう待たされてるっていうところで、そこをこう特許権の侵食と考えて、その分だけ延長を認めるっていう制度が、従来の延長制度だったんですね。で従来の延長制度プラス1個パターンが増えたって考えてください。で従来の延長パターンが消えたわけではなくて、従来の延長パターンは、2ページ目にちょっとまたがってしまうんですけども、この4項ですね、67条のこの4項のパターンというか、ここに書いてあることは、従来からある延長パターンというふうに考えてもらったらいいと思います。ちょっとこの条文から見ますね。第1項に規定する存続期間で、括弧第2項の規定に延長されたときは、その延長期間を加えたもので、67条の5第3項ただし書き、68条の2および170条第1項において同じは、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可、その他の処分であって、当該処分の目的手続き等から見て、当該処分の適格を行うには相当の期間を要するものとして、政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として延長登録の主眼により延長することができると。ちょっとこう規定ぶりなんかは変わってますけども、実際内容的なところは、従来 の、 その延長登録 の、 その仕方ですね、それを予定しているものというふうに考えていただければいいかなと思います。ですから従来のものがなくなったっていう、そういうパターンがなくなったっていうのではなくて、もう一つ2項のパターンが増えたよっていうふうに考えてもらったり、だから延長のパターンとしては、まず2項のパターンと、そして4項のパターンと大きくグループを分けると、その2つのパターンで延長が可能だということなんですね。で2項のパターンというのは、簡単に言っちゃうとですね、特許権の存続期間ですね、いつまでかというと出願から20年でしょ。出願から20年ですから、
スタートは当然特許権の存続期間のスタートは出願じゃないんですよね、うん、権利が設定登録されないと当然特許権は発生しませんから、だから例えば出願から1年後に設定登録される場合もあるかと思えば、まあ、何か争いがあって3年とか4年かかってしまうってこともあり得るわけですよ。でそうすると審査とかいろいろ手続きに時間が取られれば取られるほど実質的な特許権というものは短くなるわけですよね、うん、でそれが例えばその出願人側の問題、 100% 出願人側の、ね、手続きがうまくこう早く進まないのが出願人側の問題なんですっていうものもあれば、まあ、そうじゃないものもあるじゃないですか。特許庁側のその審査が長引いてしまったっていうこともありますよね。まあ、例えば出願がやっぱりされる時期によって実際審査の期間って結構左右されますから、でそういうその手続き期間にその実際の特許権が設定されるまでの時間、ね、こう遅くなってしまったんであれば、でその手続きに要した期間分だけ、まあ、伸ばしてあげていいんじゃないのと、特許庁側が手続きに要した時間分を延長させてあげていいんじゃないのっていうのが今回の改正の経緯です。ですからこの2項のパターンというのはいろんなパターンに実際3項のところでは1号から10号までに分けていろんなパターンにこう分けて書いてあるんだけど、共通してその森を見るということで言うと、まあ、特許庁側と出願人側とで要した手続きの期間ですね。でその中で、まあ、延長しても合理的だよねって思える期間を延長するっていうことが3項の1号から10号までに書かれてあるという改正なんですね。まず大きなところで言うと、はい、でちょっと見ていきますね。前項に規定する存続期間は特許権の設定登録が出願の日から起算して5年を経過した日、または出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日、これこの後によく使っていくんですけど基準日っていうんです。これを、条文の中で出てくるんですけど基準日ってこれ呼ぶんですね。出願から5年もしくは審査請求してから3年のどちらか遅い日を基準日というと、でその基準日以降に登録がなされたんであれば、設定登録がなされたんであれば延長する資格がありますよと。だから延長出願すること自体のざっくりした時期的要件は基準日以降に設定登録がされたっていうことなんですね。で基準日は今言ったように出願から5年か審査請求から3年なので、次、ね、レジュメの2ページの下にちょっと図解してありますけど、出願から5年審査請求から3年のいずれか遅い日、これを基準日と言いますと。でこの基準日を定めて基準日以降のところで設定登録がなされたら延長できるよ、まず延長の資格がありますよっていう時期的要件ですね。いいですかね。で出願から20年のところで満了するけど、まあ、その一定の期間ですねに関して延長ができるよっていう制度になっています。いいですかね、はい。でまあ、ちょっとこの説明のところにも書いてありますけど、審査等に時間がかかった場合その分の権利期間が短くなるため、TPP 協定が要請する不合理な遅延の保障のために特許権の存続期間の延長ができる制度を設け、適切な、権利期間を確保するということですね。まあ、これが、まあ、政府の方で出された資料なんかに書かれている趣旨ですね、で、TPP 協定が要請する不合理な遅延の保障のために特許出願の日から5年を経過した日、または出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に特許権の存続期間の延長ができる制度を設け、適切な権利期間を確保する。で延長登録出願により特許権の存続期間延長することができることとし、当が延長登録出願について審査官が審査を行うと。まあ、そこは別に2項延長であろうが従来からある4項延長であろうが延長登録出願ですから申請ではないので、申請というのは実態審査しないものを言いますよね。で出願という名前がついた時には実態審査をするわけですから、まあ、そういう意味では2項延長でも4項延長でも同じく実態審査を行うということになります。はい、で3項いきますね。前項の規定により延長することができる期間は基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間から次の各号に掲げる期間を合算した期間、
で、括弧これらの期間のうち重複する期間がある場合には重複する期間を合算した期間を除いた期間に相当する期間を控除した期間で、括弧以下延長可能期間というを超えない範囲の期間とする。超えない範囲だからきっちりその範囲じゃなくてももちろんそれ以下であれば延長をすることができます。で、計算式というかどういうふうに計算するかっていうことも含めて、今ペラ1も配り終わりました、大丈夫ですかね。で、そのパターンが3項に書かれてあるんですけども大丈夫、もらえました、大丈夫、で、1号から、10号までこうちょっと表に、書いてありますけど、基準日から設定登録の日までの期間マイナスで、例えば1号だったら特許庁から通知命令があった日から手続きが取られた日までの期間を引き算した期間で、これが延長可能期間ですよっていうような形のその、なんていうのかな、パターンが1号から10号まであるんですね。で、まず、1つ目見ますけども、その特許手段にかかるこの法律、39条6項および50条を除く。で、私これちょっと下線引いてるのは、今年の試験でこれを出したらちょっと細かすぎるんだけども、あの39条6項っていうのは同日のあれですよね、協議ここにちょっと書いておきましたけども、同日に、同一の出願が競合した場合の協議結果を届け出る期間ですね。で、ここに言う、50条っていうのは、皆さんご存知の拒絶理由通知に対する意見書提出期間ですね。で、これは除くんですね。これを除いたもので、実用新案法、特許出願にかかる法律や実用新案法や、工業所有権に関する手続きの特例に関する法律、あとそれらに関する命令の規定に関する通知や命令で、審査官か特許庁長官が行うものがあった場合において当該通知または命令を受けた場合に取るべき手続きが取られた時における当該通知または命令があった日から当該取るべき手続きが取られた日までの期間です。これ下線引いてるのは私の方でちょっと重要だと思ったところに引いてるんであって、実際その新旧を対象した時に変えてる部分っていうと全部になるので、なのでそういう意味で引いてるわけではなくて重要なところを引いています。で、これをまとめるとここに書いてあるような計算式になって、この計算式に合う期間を延長できますよ。で、担当的に言うと今ちょっと言いましたけど、そのここの部分ですよね、括弧書きの意見書提出期間とか、協議の結果を届け出てる期間ですね、これは、引かれないということを言っています。除かれているのでね、で、次に2号ですね、その特許手段にかかるこの法律またはこの法律に基づく命令の規定による手続きを取るべき期間の延長があった場合における当該延長を取るべき期間が経過した日から当該手続きをした日までの期間、手続きには延長ができる場合があります。で、その場合にはその、延長ですね、延長があった場合における手続きを取るべき期間が経過した日から、手続きをした日までの期間ですね、これを、引くということですね。で、次に3、2号と3号がちょっと関連するというか、ちょっと同じようなグループになるかと思うんですけど、その特許手段にかかる特許法令の規定による手続きであって当該手続きを取るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続きを取るべき期間の経過後であっても当該手続きを取ることができる場合において当該手続きをした時における当該手続きを取るべき期間が経過した日から当該手続きをした日までの期間、だから3号のところは、ちょっとここに、例が書いて分かりにくいな例が書いてありますけども、期間が定められている手続きの期間が定められているけどもその期間経過後でも手続きを取ることが認められているものってありますよね。で、例えばこの4年以降の特許料の納付っていうのは追納ですね、期間の経過後であっても6月以内が追納できますから、そういうものについてですから、2号が延長で3号がその追納期間みたいなものですね。で、4号
その特許手段にかかるこの法律もしくは工業所有権に関する手続きの特例に関する法律またはこれらの法律に基づく命令の規定による処分または通知について、出願人の申し出その他の行為により当該処分通知を保留ですね今度はね4号は保留した場合における当該申し出その他の行為があった日から当該処分または通知を保留する理由がなくなった日までの期間、だから、2号が延長で3号が、その後の追納とかができる期間ですねできあの満了してもできますよって期間で4号に関しては保留を申しててでその保留の理由がなくなった申し出た時から、保留がの理由がなくなったまでの期間例えば拒絶理由通知をもらったけども代理人が出願人に連絡が取れないから処分を保留してほしいというような、上申書を出すような場合を想定していますで次に5号ですけどもその特許者にかかる特許法令の規定による特許料または手数料の納付について当該特許料または手数料の軽減免除納付の猶予がの決定があった場合における当該軽減免除、納付の猶予にかかる申請があった日から当該決定があったまでの期間、5号は非常に具体的に書いてありますけども特許料の、ところで軽減免除猶予の申請があってで申請をしてますから、それが決定が下りるまでのですね、期間ですねこれが5号ですねで6号その特許手段にかかる38条の4第7項の規定によるこれ分かりますかね38条の4って今回の改正関係ないですけど明細書等保管書 の取り下げですね7項でその明細書等保管書を取り下げますといった場合ですねでその場合に、明細書等保管書が同条3項の規定により提出された日から、第7項の規定により当該明細書等保管書が取り下げられた日までの、期間ですねこれが、6号ですねがちょっとこの辺は具体的ですけど5号6号ははい、で次に、7号はちょっとイーロハに分けられてるんですけど全てにおいて拒絶査定不服審判関係ですイロハはだから拒絶査定まで行ってそして拒絶査定に不服だということで拒絶査定不服審判を請求した場合に関してですねでまずイですけど、イですけども、159条3項、において順用する51条の規定による特許すべき旨の審決があった場合ですねでこれは拒絶査定不服審判の中で特許審決をする場合がありますでその場合を想定しているのが1号ですねで拒絶をすべき旨の査定の当本の送達があった日から当該審決、つまり、特許審決ですね特許審決の当本の送達があった日までの期間ですねこれが、E になりますねだからここに まとめて書いてありますけど引くのは拒絶査定等本送達日から特許審決等本送達日までの期間を引くということですねで次のページ色ですが160条ですで160条はいわゆる拒絶査定不服審判の中で差し戻し審決ですね差し戻し審決が出ることがありますよね、そのパターンです第160条1項の規定によるさらに審査に付すべき旨の審決があった場合拒絶をすべき旨の査定の当本の送達があった日から当該審決当該審決というのは、いわゆる差し戻し審決ですねでその差し戻し審決の当本の送達があった日までの間の期間を、引きますよというのがロですねで次にハです163条3項、つまり前置審査です拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等について補正をした場合には前置にかかりますで前置審査官が特許査定を打つ場合がありますよね前置審査官は長官報告かもしくは特許査定になりますからでその特許査定を打つ場合を想定しています第163条3項において順用する151条の規定による特許すべき旨の査定があった場合、拒絶をすべき旨の査定の当本の送達があった日から当該特許すべき旨の査定の当本の送達があった日までの期間これを引きましょうということでイロハはすべて拒絶査定不服審判絡みで、一つのグループという形になるんですね、いいかな、で次に8号ですその、特許出願にかかる特許法関係法令の規定による処分について、行政不服審査法ですね、特許法上の処分の中でも特許法に不服申し立て手段が書かれてない
行政処分に当たるものについては一般法に変わりますから、行不行法上の審査請求か行政事件訴訟法上の訴えの提起で不服申し立てていくことになりますよね。でそれに関しては8号の方で行不行法で、9号の方で行政事件訴訟法だから、8と9はまあ言ったら同じ場面のところで想定されています。だから8号の方は行政福祉審査法の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の当本の送達があった日までの間はまあ引きますよと。で9号の方はまあ同じようにそういう特許法の中に不服申し立て手段が特に書かれてないものに関して不服を申し立てる場合は行政事件、まあ、これかこれかということですから、どちらでも不服を申し立てられるわけですけど、こっちの行政事件訴訟法上の訴えの方のルートを取ったときですね。でその場合には当該、訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの間の期間、これをまあ引き算します。だから8と9に関してはここもちょっとグループな感じですよね、まあ、同じ場面のことを想定しているので。で10が、まあ、ちょっとまた違うんですけど、その特許権にかかる特許法令の規定による手続きが中断し、で中止した場合における当該手続きが中断中止した期間ですね。だから、まあ、10はちょっと単独でって形ですけども、まあ、ちょっと似たようなところは一緒にちょっとグループでこうくくってしまった方が分かりやすいかなと思うんですけども、あと延長でしょ、延長で、期間経過度でも、まあ、できるっていう場合だから、まあ、延長に近いですよね。であと保留ですから、まあ、2、3、4もまあ同じような感じかな、そういう意味ではグループでして、であとここは特許料と明差書と保管書に関しては、まあ、それぞれちょっとこう単独で見てっていう感じですかね。でこういうちょっとたくさんあるものを担当試験用に覚えようとすると、頭から覚えるんじゃなくてこうやってちょっとグループ分けしてざっくり自分でこうまとめて覚えてしまった方が覚えやすいと思うので、まあ、ちょっと表にまとめましたから、まあ、これを使って、まあ、どういう、ね、計算式になるのかということを覚えておいてもらったらいいかなと思います。ですから基準日から、設定登録までの日の期間からっていうところは基本的に全部一緒なので、それ以外のところがそれぞれちょっとこう事情ですね、この事情を考慮するっていう形になります。はい、でこれらに関しては、まあ、どういう事情があるかということを、まあ、審査の対象になり、そして、まあ、さっきも言いましたけども出願ですから実態審査に当たるので審査官が審査をするという形になりますね。はい、で、まあ、またちょっと後からいろいろ出てくるので次に進みますけども、67条の2、次の条文ですね。67条の2は、まあ、実際じゃあ延長の出願をする場合の手続きなんですね。手続きに関してです。で67条の2が、さっき言った67条2項バージョンの方の延長の手続き条文です。この67条のだから、まあちょっと四角で囲んだんですけど、前条第2項ってことはさっきのその手続きに要した期間だけ延ばしますよっていう67条の、第2項延長ですね、第2項の方の延長バージョンの願書を長官に提出しなきゃいけないってところから始まって、まあ、その願書の記載要件とかそういうのを書いてあります。でちょっと重要そうなところだけ線引っ張ってるんですけど、まずこの願書に関しては、67条4項バージョンも当然あるわけですよね。従来から その薬事旧薬事法関係のものがありますから、それはちょっとページペラってめくってもらうと6ページのところに67条の5って書いてあって、で旧67条の2と実質的な変更なしって私コメント入れてるんですけど、これがいわゆるその特に、まあ、医薬関係の延長の出願の要件です。だからこの67条の2と67条の5は同じ、まあ、同じことじゃないんだけど同じ立場の条文ですね。
どういうふうに手続きするのっていうところの条文で、2項バージョンが67条の2で、4項バージョンが67条の5で、4項バージョンというのはもともとあった延長のスタイルなので、まあ内容的には実質的な変更なしって書いてありますけど、ここの部分ぐらいしか変わってないです。内容的なところの変更は基本的にない。何書かなきゃいけないのかっていうところとか変わってないです。で、2項バージョンは新しく当然条文ができたので、まあ、新設された条文になりますけども、ただ4項と違うところだけちょっとね線引っ張ってありますが、基準日っていうのがありましたよね。で、基準日っていうのは審査請求の日がかかりましたから、いつ審査請求があったのかってことが重要になるわけですよね。なので審査請求があった年月日を願書に記載しなきゃいけないよっていうのが5号に書かれてあります。これは要は4項延長にはないものですね。はい、で、あとは、まあ2項で例えばその願書には計算書類で定めるところにより、同項第3号に掲げる期間の、算定根拠を記載した書面を添付しなきゃいけないと。要は延長求める期間っていうのは4項延長でももちろんあるわけですよね、うん、4項の延長でもあるわけだけど、こっち側の方は、まあ、従来からあるように、まあ、判例で示されたどこが要は実施ができなかった期間なのかっていう算定方式ですけど、こっち側の方はちょっとややこしいでしょ。さっき1号から10号まで計算式やりましたよね。だからその根拠をちゃんと説明しなきゃいけないっていうことですよね。で、3項は、前条第2項の延長登録の素願は特許権の設定登録の日から3月で、ただここ付石事項による追加ですねが過去書きありますよっていうふうに書いてあるんだけど、原則的には設定登録の日から3月以内にしなければいけないと。ただここに関しては攻めに帰することができない理由があるんであれば、つまり、まあ、付石事項による追加が、まあ、その中ではありますよっていうことね。で、ただし同条第1項に規定する存続期間の満了後はすることができない。これは別に4項延長でも一緒ですよね。4項延長でも満了してしまった後に願書を出すことは許されてないでしょ、だからまあそこは同じですよね、はい、で、あと4項もこれも4項延長にもありますが、特許権が共にかかるときは延長登録素願は共同じゃないとできませんよと。これは従来からあったもので2項延長にも採用されています。で、あとは、延長登録の出願があったときのみなし条文ですね。出願があったら存続期間はまあ暫定的にですね延長されたものとみなしておいて、で、結局決着がついたらまあ清算するっていう形ですよね。これも従来からあった条文になります。だからこの辺はあんまり変わりがないんだけど、まあその変わりがあるっていうか、ちょっとその差っていうところで言うと、まあ、この1項3号のところと、そしてまあこの出願の時期適用権ですよね、このあたりかなというところですね、違いがあるとすれば。あとはまあ実質的に2項延長も4項延長も同じところ で、ちょっとタイアップして見ていきたいので、先にちょっと67条の5に行きますが、これは従来からあるタイプの延長、4項延長ですね。その場合の願書の記載事項を書いてありますが、まあ、5年以下の期間に限るということで、6年って書いちゃったら方式補正命令かかりますよとか、そういうのは同じですよね、従来からと同じで。あと、まあ、記載事項は実際旧67条の2がここに移動してきて、間に新しい条文挟まっただけなので、基本的に内容一緒になります、延長の理由記載した資料、ね、添付しなきゃいけないよとか、まあ、そういうようなことを書いてありますので、まあ、それは見といてもらったらいいかなと思いますね。ここはもう従来通りなので改正またではありません、はい、では、戻りまして67条の3ですね。で、これは、旧67条の3ので67条2項出願バージョンということで、旧67条の3っていうのは何かというと、延長登録出願なので実態審査しますと。実態審査するってことは、拒絶理由があったら拒絶理由通知が打たれて、まあ、拒絶査定に行ってっていうふうに、まあ、審査を進めていくわけですよね。で、それが旧67条の3だったわけですね、で、旧67条の3っていうのはいわゆる今でいうとこの4項延長のバージョンなんだけど、それの2項バージョンですよっていうのがこの67条の3です、だから、旧67条の3は67条の7のところに移動したんです。だからこれは移動して4項バージョン、ね、4項バージョンなので、こっちに移動した拒絶理由の条文になる。で、これの2項バージョンがこの67条の3になる。だから67条の3と67条の7は同じような
位置づけの条文になります。拒絶理由の条文になります。はい、で見ていきますね。審査官は67条2項の延長登録出願が次の覚悟のいずれかに該当するときは、その出願について、拒絶をすべき旨の査定をしなければならないと。で拒絶理由が1号から4号まで書いてあって、で4項延長にはないものっていうのがこれですよね、うん、その特許権の設定登録の日が基準日以降にされていないとき、ね、基準日以降にされているってことを要件としているのにそれに違反するとき、これは、まあ、要は4項延長バージョンはないですよね。こういう基準日っていう概念がないので、うん、で後のところは基本的に同じなんですよ、4項と。いくらその算出計算方式は違うとしても、まあ、その計算式にのっとって延長すべき期間というものが定められるのに、でそれを超えて延長登録出願をしているんだったら2号で拒絶になりますよというのが2号でしょ。これは別に4項延長でもそれは同じなので、タイアップしてますね。ここで言うと、67条の7のところも、延長することができなかった期間を超えているときっていう3号がありますから、これとさっき の、この2号とが同じですね。ちょっと号番号はずれてますけど、そういうのが違います。であとはまあ同じようなものね、出願人は特許権者ないといけませんよとか、前条第4項に規定する要件を満たしてないときはできません、つまり共同出願違反ですよね。この辺は別にこの、67条の、7のこの新しそうに見えるけど実際は引っ越してきただけっていう条文であるものと基本的に同じです。だから新しさっていうか4個と違うのはこの下線を引いてる1号のところですね。これが拒絶理由として上がってるってことは覚えておいてください。で、拒絶理由発見しないんだったら、登録すべき旨の査定をしなければいけない。これはまあいいですよね。4個延長も同じだし、でこの査定があったら延長登録をするっていうところも同じです。で4項のところは候補の掲載事項ですが、候補の掲載事項の中にはこれです。審査請求があった年月日、うん、審査請求いつあったかっていうことが当然延長期間にも影響するので、これは候補掲載事項に入っています。これ4項のところと違うところですね。だからまあ私が担当試験を作るんであれば、4項の方はまあ従来からと一緒なので、2項と4項で違いが出るところをまずは聞いてくるかなと思いますので、まあ、そういうふうにちょっとタイアップしているものは一緒に見た方がいいですよ。今言ったように67条の2に関しては67条の5と一緒だし、で67条の3は67条の7と一緒だし、立場として同じ条文を比較しながら見ていくっていうだけで、今年の本誌は少なくとも十分かなと思います。まあ、ここからまた改正本が出てとか、ね、いろいろこう実務的なこう調整が入ってきたらちょっとまあ、ね、もうちょっと細かくなってるかもしれないけど、まあ、今の時点では何も文献もないので、これ以上のことは試験員の先生も出せないはずだから、基本的にはまず、まあ、森のところで理解してもらったら大丈夫かなと思いますね。はい、で67条の4は特に技術的な改正なのでいいと思いますね。67条2項の延長登録出願のところをこの、読み替え順位をしているだけなので、これは大丈夫です。で、あと67条の6、ちょっと間に挟まって、飛ばしている感じのところですけども、こちらの方はですね、旧67条の2の2の書面覚えてますかね、うん、満了する前6ヶ月以内に基本出願しなきゃいけないんだけど、まあ、その直前に6ヶ月以内ではできないんですね。そこまでにしなきゃいけないけど、ただその直前になって延長登録出願をする可能性が出てくる場合には、この2の2の書面を出しておくことによって、そのまあ、ね、突然の、ね、延長の出願をするってことは第三者にもこう不一になってしまうので、まず書面を出しておいてっていうのがこの67条の2の2の書面でした。でこれがそのまま条文番号が変わっただけです。これはですから67条4項の延長登録出願をしようとするものはっていうふうに書いてあって、つまり旧、ね、67条 の、 その昔からある延長の時しかこれは関係がない条文なので、同じですね。満了前の、前日までに処分を受けることができないと見込まれる時は、その日までに長官にこの書面を出しておきましょう、まあ、要は予告書面みたいなものですね。私延長しますよっていうのは予告書面みたいなものですね。これを出しておきましょうねっていうことだから、旧67条2の2の書面とこれは同じになりますね。はい、で次に67条の8です。でこれも技術的な改正になりますね、うん、
67条の4、前段の規定は67条4項の延長登録者側の審査について順用するということなので、まあ、これちょっとずれて技術的な改正だから、まあ、特に問題ないかなと思います。要は47条とか50条とか拒絶理由とか審査官の審査とかね、そういうものを順用しているだけなので、従来から大きく変わったものではありません。はい、で続いて延長関係は68条の2ですね、特許権の効力の制限規定ですが、これに関しては68条の2に、まあ、旧68条の2ですね、これに規定されてたわけですけども、で、67条4項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力ということで、まあ、ちょっと限定されてますけど旧68条の2と、まあ、基本的には同じ規定になります。で、次に延長関係でいうと、延長登録無効審判ですね、125条の2です。でこれは旧125条の2の67項2項出願バージョンって私コメント入れてるように、今回の改正で延長のパターンがもう一個増えましたよと、2項延長増えましたよっていうことで、2項延長の出願のバージョンの延長無効がこの125条の2になりました。で4項延長のじゃあ無効審判、延長登録無効審判はというと番号がずれて125条の3に移動しています、うん、だから割り込んで後ろにやったみたいな感じだから、延長無効の条文が今まで1個だったのが2つになって、従来からあるものが後ろにずれたんですね。で2項延長バージョンが前に割り込んだので125条の2がいわゆる2項バージョンのその延長登録無効になります。だから67条の3項の延長登録、要は67条の2で出願し、まあ、3項の367条の3の第3項の方の延長登録ですから、これが、無効理由を、まあ、含んでいるのであれば無効審判を請求できますよっていうことです。ですからここ見てもらった方が分かると思うんですけど、67条2項の方で、出願したものの、延長無効バージョンがこちらですね。だから新しい方ですね、こっちは新しい方で、従来からあるのは次のページです。実質的変更なしってありますけど、これがいわゆる4項バージョンですから、4項延長なので、同じになります。7の3項ですから、これが4項延長の方になりますね、向こう。だからこっち側の方は別に目新しいってことはないんだけども、こっち側の方ですよね。新しくだって延長ができたわけだから、違反した場合は当然無効理由になりますの でそれを書いてある。で、まあ、ちょっと重要なところで言うと1号のところに下線引いてありますが、やっぱりこれですよね、基準日以降にされていない場合の出願に対してされたとき、本来延長する期間を超えて延長を、まあ、されているとき、特許権者でないものの出願に対してされたとき、あとは共同出願違反ですね。でこれはもうお気づきかと思いますが、拒絶理由と同じです。拒絶理由と同じ、無効理由はだから9のとこと同じですよ。9の方もそうだったでしょ。旧125条も無効理由はイコール拒絶理由でしたよね、延長は。だからそれは2項延長でもそれは同じなので、だからまあ拒絶理由の方で覚えとけば、それに違反したら漏れなく無効理由だよって覚えちゃえばいいと思いますね。はい、であとちょっとややこしいのがこの5項6項なんですよ。全部下線引いてるんですけど、これそもそも何っていうことなんですが、2項延長と4項延長って理由が違うじゃないですか、趣旨も違うでしょ。だから審査に、まあ、不当な期間を要した、ね、審査過程で手続き期間が多くかかってしまった、だからその分を延長してくださいというのが2項だけど、薬事法等の承認を受けるために、ね、実施ができなくて特許権が侵食されたから延長させてくださいっていうのが4項延長じゃないですか。でも事情が違うってことは両方にも該当するってことはあり得るわけですよね、うん、言ってみて分かりますよね。2項と4項の両方に該当しちゃうってことがある。でその時の規定がこの5項6項なんですけど、無効理由があるっていうことはその効果としてこの4項の効果になっちゃうわけですね。でこれまとめたのがここなんですけども、特許権の設定登録が基準日以降にされていないっていう無効理由があった時には、その存続期間の延長は初めからされなかったものとみなすと、だから本来の存続期間満了のところまで、まあ、消滅しちゃうということですね。
で2号は延長を求める期間が特許権の存続期間にかかる延長可能期間を超えているときは、超えている期間だけ延長がされなかったものとみなすと。で3号は出願したものが特許権者でないときと、でその出願が、まあ、要は共同出願違反ってこうコメント入れてますけど、共同出願違反になったときは、この1と同じですね。ここは初めから延長がなされなかったものとみなす。で、まあ、そういう効果で消滅してしまうんですよっていうことなんだけど、その2項で、まあ、要は延長が続いてる最中に無効になるわけですよね。でこの期間の中で、この67条2項の延長期間の中で、まだこの4項の方の延長の出願が出願中だったとき、だから2項の延長が先にされて2項の延長の期間には入ってるんだけども、4項の延長の出願もしていた時、その時には4項の出願は取り下げ規制されますよっていうのがこの5項です。当該出願は取り下げられたものとみなす。で6項はこっちの4項の方の登録も、出願も登録に至ってるケースがありますから、その時は延長は初めからなかったものとみなすという効果になります。だから2項が潰れてしまうと4項の延長の出願や登録のところもこういう効果が発生してしまいますよというのが、この125条の2の5項6項ですね、5項6項の効果になります。この辺は、まあ、だから同じ場面で項を違えてるだけなので、まあ、ちょっとまとめてありますから見といてもらったらいいかな。だからこっちがちょっと項番号入れとけばよかったですね。5項で上が5項で下が6項ですね。こっちが6項かな、という感じ。はい。で次のページですけども、125条の3ですね。でこちらの方は、まあ、さっきも言いましたが、従来からある無効審判の条文なので、条文番号が変わっているだけで実質的に内容が変わっているところはないです。だから、まあ、従来通りって覚えておいたらいいと思います。で、審判官の除籍の条文も、まあ、技術的な改正がなされているだけで、いわゆる2項バージョンの延長に関して の審査官に関する除籍がここで追加されているのと、で159条のところも、同じですね。これ2項バージョンのところの関連条文のところの調整規定なの で右側のページは本当に技術的な改正で、増えた条文が増えたっていうだけの条文ですから、まあ、条文読んでいくときに67条から、まあ、67条の8までの条文が出てくると思いますけど、まあ、それらに関して、まあ、そのずれたものとか移動したものに関して調整が入っているだけなので、まあ、実質的な内容の改正ではありません。これが延長関係になります。でまあ、それぞれの規定の趣旨とかね、改正本がちょっと出ないとわからないところもあって、まあ、条文の内容はある程度分かっても、まあ、その背後にある、ね、こう理由だったりとか、そういうのがちょっと私の方でも分かりづらいところありますけども、まあ基本的に条文で書いてることは今説明したようなところになりますので、まあ、試験を考えた時には今、まあ、ちょっとまとめてあるところは覚えなきゃいけないところなので、まあ、この辺のちょっとこう内容のインプットですよね、これが必要だったりとか、あとはそのちょっとずつ変わってますけど、2個のところで今ちょっとこう黄色でマークしたようなところですよね、こういうところはちょっと落とさないようにしておくということで十分なんじゃないかなと思います。はい。では次に、31年度4月1日の、施行予定の30年法改正ですけども、107条と、まあ、109条の2っていうふうに書いてあるんですが、107条は109条の2を追加してるだけのこっちの技術的な改正なので、まあ、実質的にこっちの改正ですね、109条の2の改正、大きな改正としてはここの改正になります。で、これはですねちょっと読んでいきますが、特許庁長官は特許権の設定登録を受ける者または特許権者であって、中小企業者、試験研究機関とその他の主力産業の発達に対する研究開発及び技術開発を行う能力、寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定めるものに対しては、政令で定めるところにより107条1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し、もしくは免除し、またはその納付を猶予することができると、まあ、最後のところにね、骨が書いてありますけど、1年から10年までの特許料の軽減免除猶予、
この主体要件ですね、これについての改正です。で、大きくここの中に書いてあるのが中小企業者っていうのがまず出てきていて、で試験研究機関等っていうふうに書いてありますね。でその他の主力うんぬんって書いてあるでしょ。でその他のっていうことはその他の以降のいわゆる例示がその前なんですよっていう見方になりますよね。ですからこの中小企業や中小企業者や試験研究機関等っていうのはこのその他のの後ろにある主力産業の発達に対する研究機関、研究開発および技術開発を行う能力、まあ、主力や開発等の能力でその寄与の程度等を総合的に考慮して、政令で定めるもの、それらの、まあ、いわゆる例示というような意味合いになります。でそうすると具体的にはこの人たちってどういう条件を満たしたものなのっていうところで、この中小企業者に関しては次の2項、うん、で試験研究機関っていうのが、試験研究機関、いやこのねちょっとここまたがっちゃうんだけど、試験研究機関っていうのが次のここですね、3個に具体的に列挙されているものたちっていうことになる。だからちょっとかなり細かいちょっと条文になっているんですね。で、ちょっと簡単に見ていきますけども、まず、1号ですが、ちょっとまずこう全体像を見るとですね、1号2号3号4号5号って何が違うかっていうと、その、企業の大きさが違う、まずね、資本金が違う、あと従業員の数が違うっていう、その企業の大きさが違うっていうことと、あと一番大事なんですけど業種が違うんですよ。1号からこの5号までに列記されているもの。でまず1号の方だ と、資本金の額または出資の総額が3億円以下で、あと、常時使用する従業員の数が300人以下で、この業種は製造業、建設業、運輸業、その他の業種だから、ここに書かれている業種の会社でしかも資本金と従業員の数がこの数字に見合うところがまず1号で、2号は資本金は1億円以下で、従業員は100人以下で、卸売業、業態は卸売業で、3号はもうちょっとだんだん少なくなります。資本金は5000万円以下で、従業員は100人以下で、サービス業です。で次の4号は、資本金5000万円以下で、従業員は50人以下、まあ、資本金はちょっと3号と4号一緒ですけど、従業員はまた半分になってますよね、うん、で小売業です。小売業で頂上的にこうなるものについてはカッコ書きでちょっと優先的を書いてありますけども、大きく分けるとまあこういう業態とあと資本金と従業員の数でまあ号を分けている。はい、であとはちょっと総括みたいな感じですけど、資本金の額また出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額、政令で定める金額以下の会社で、常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下、つまりちょっと総括みたいな感じ。1から4ははっきりと具体的に書いてあるんだけども、5号はそれ以外のもので、政令で定める金額と政令で定める従業員の数で、その政令で定める業種だから、具体的に1から4書いてあって、5号はそれ以外でも政令で定めていれば入りますよっていうような感じですね。だからここに書いてあるその業種と、まあ、その資本金と従業員の数でまず、まあ、具体的に列挙されている、これに見合うものしか、まあ、減免猶予ですね、これ受けられませんよっていうことです。で次に、まあ、ちょっと特殊な業態ですね、企業協同組合、協業組合、あとは一定の組合ですね、ここ8号です、まあ、この辺なんか商標のね地団とかで見たような感じですけど、こういう感じのね。であと NPO 法人ですね、9号 NPO 法人で、 NPO 法人は、一応この300人っていうふうに、まあ、一応書いてあって、
で小売業だったら50人、卸売やサービスだったら100人っていうふうに、まあ、ちょっと細かい設定があとなされています。まあ、ここまでちょっと細かいのが初年度の試験から出るかというとないと思いますけど、ただこの1項の条文ぐらいは知っておかなきゃいけないかなと思います。最低限で、ある程度まあこの2項の内容が入っていればもう十分だと思います。初年度になりますから。これがだんだんまあ過去問とかが出てきたらちょっと細かいところになっていくかもしれないけども、まあ1年目だからあんまりね最初からちょっと厳しいと思うので、まあ大体もうインプットができていれば、自分から言えるレベルじゃなくても聞かれたらまあそうだったねって分かるぐらいな感じで完成度はいいと思いますね。で同じく今度は試験研究機関ですね。これが3項にあります。で試験研究機関も、まあ、そういう意味では同じような感じなんですけど、まず、1つ目が大学、大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、教授、講師、助手 もしくは職員のうちもっぱら研究に従事するものですから、まあ、研究開発なんかを大学の中で携わる可能性がある人たちをこの中に列記しているような感じですね。であとは高等専門学校ですね。高等専門学校の、校長、まあ、同じような感じですね。ここ講師や助手やあともっぱら研究に従事するもので、国立大学法人法の、ここですね、大学共同利用、機関法人ですねの、長もしくはその職員でもっぱら研究に従事する。まあ、大学の中でもいろんな職種の人がいますけど、その研究とかそういうことじゃないとまあ意味がないので、そういうまあ職種にまあ携わっている人ですね。だからまあ1号のところは、大きく分けると大学と高等専門学校とで大学共同、利用機関法人ですね。この3つについてで、次に2号のところですが、大学もしくは高等専門学校を設置するもの、設置するものまたは大学共同利用機関法人ですね。この2つになりますね。で3号は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条2項に規定する承認事業者、まあこれちょっと別途の法律があるのでですけど、で4号は独立行政法人であって、試験研究に関する業務を行うもののうち高等専門学校を設置するもの以外のものとして政令で定めるものだから、ここはまあちょっと政令で定めるという件が入っています。で、次に5号ですけども、試験研究独立行政法人であって、政令で定めるものにおける技術に関する研究成果において、当該研究成果にかかる特定試験研究、特定試験研究独立行政法人が保有する特許権、特許を受ける権利の譲渡受け、特許権または当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定、その他の行為により当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行うもの、ですからその研究した結果 その権利を取得したりとかしたもその権利ですね、それを民間事業者に対して移転するような事業を専門で行っている、これが5号ですね。で6号は公設試験の研究機関で、7号が試験研究地方独立行政法人ということで、まあ、全体的に、ね、言えるのは、まあ、そういう試験や研究に携わる、まあ、ちょっとその大学とか学問とか、まあ、そういうものを携わる人たち のところですね。それがまあ具体的に7号までに書いてあります。だからまあ条文の構成としては1項の中でまずざっくりと書いておいて、でその中の定義にあたるようなことを2項と3項にまあ分散して書いてあるというような位置づけの条文になっています。これが、109条の2ですね。でこの109条の2ができたことによってこの107条が変わったので、109条の2で、まあ、いわゆる軽減や免除を受けている場合があるので、このところに109条の2が入っているだけなので、事実上こっちの改正ですね、こっちはもう本当に調整規定になります。はい、であとは、まあ、そういう意味では109条の2関係で入っているものだけになりますので、いいと思うんですが、この特許法の最後で195条の2の2っていうのがあるんですよ。これはここにちょっと書いてありますけど、109条の2
ね、特許料の減免猶予、これは受けるものの審査請求料の減免猶予できるよってことです。ただ特許料を、ね、減免猶予してもらえるぐらいの人たちなので、審査請求料に関しても減免猶予できるよっていうことで195条の 2-2 っていう条文がある。だからまあここはまあ109条の2とちょっとセットで見てもらったらいいかなと思います。はい、では続いて、商標法に入ります。で商標法は1個、38条の4項ができました。うん、で38条はまあご存知の通り損害額の推定等という条文で、まあ、1項から3項までは、同じですね、特許法 の、 102条の1項から3項までと同じで、で特許法の102条の第4項が商標法の、この、まあ、5項と同じような感じになるので、まあ、ちょっとこう割り込んだ感じですね。この4項が割り込んで新設されたような条文です。見ておきますね。商標権者または専用商権者が故意または過失により自己の商標権または専用商権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品または指定義務についての登録商標、ちょっと過去書き先 の、 飛ばしますね、の使用によるものであるときは、基本的にその侵害行為が専用権の範囲ということですよね。指定商品または指定役務についての登録商標だから類似範囲についての使用じゃなくて専用権の範囲についての使用であるにあるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額、うん、特許権もそうですけど、まあ、商標権取得するまでに出願料金だったりとか、ね、お金かかってますよね。その取得のために必要な、料金や維持、まあ、商標の場合だと、まあ、初め10年でまた更新とかがあるので、まあ、例えば100年とか維持してるんだったら相当な維持費用かかってますよね。で商標の場合は当然やっぱりその古くなれば古くなるほど価値が上がりますから、それだけまあその侵害した時の損害も大きくなるって考えるので、その維持費用ですねに通常要する費用に相当する額を損害額とすることができるという条文です。ですからまあ侵害に関してここで書いてあるように専用権の範囲の侵害でかつね、取得や維持、この、まあ、侵害があったときに、取得や維持に関する額を損害額とすることができるという、商標の場合だからこの4個の選択肢が1個増えたというような感じですね。今までだと1個から3個のどれか選んで損害額を、ね、こう推定したり損害額として損害賠償請求ができたところを4個が1個増えた、選択肢が1個増えたという形です。で飛ばした過去書きなんですけど、これどこかで見たなって思ってほしいんですが、うん、この括弧書きね、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、ひらがなカタカナおよびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の証拠及び関連を生ずる商標、外観において同一される図形からなる商標、その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む、うん、もう答えがここにあるんですけど、そうだなと、不使用取消審判にあったよねこの括弧書きっていうところです。不使用取消審判は原則は登録商標そのものを使用していないと不使用になりましたが、社会通念上同一のものであれば登録商標の使用と認められますよね。でその対応に関しては括弧書きで、まあ、3パターン書いてあって、これ例示っていう扱いですね。1個ね、書体のみのもので、2個、ひらかなカタカナ等で同一の証拠の関連が一緒で、3つ目は外観で同視できるもの、これは例示ですからそれ以外に関しても社会通念上同一のものはありますが、でこの括弧書きがそのまま引っ越ししてきただけです。商標法の条文の中にその、登録商標っていう言葉でね、同じ趣旨で使うから先に出てくるのが50条よりも38条で出てきちゃったので、こっちに括弧書きを引っ越しさせて、で50条が別になくなったわけじゃなくて50条において同じっていうふうにすることによって、まあ、50条から引っこ抜いてきただけですね。ですから50条が変わったわけじゃないです。38条4項の方にこれが引っ越してきただけ。だから原則的にはこのね、専用権の範囲なんだけども、でも社会通念上同一の登録商標も含むから、まあちょっと字体だけが違う、ね、明朝体とゴシック体の違いだけとか、まあ、カタカナのキングとアルファベットのキングとかクイーンとかだと、まあ、こっちの丸2の方に入りますから、まあ、そういうものに関してはこの4項で損害額を請求できるよという選択肢が増えたという改正ですね。
はい、で、ここにありますけども、侵害の中でも専用権の範囲での侵害に限ると、あと登録商標には社会通念上同一の商標を含む、で登録商標には色違い類似商標も含むと、これは70条1項の適用があるからですね。でこの改正に伴って今言ったように50条1項のところに引っ越ししたのでちょっと条文変わりました。で70条1項のところにこれが入りましたっていうところで技術的な改正がなされています。それだけですね、ここはね。はい、では次著作権法いきます。著作権法はまず、定義のところに2条1項20号21号というところで、ちょっとね定義のところの用語が増えたような感じなんですけど、技術的保護手段っていうものとで技術的利用制限手段っていうものが、ちょっと似たような言葉であります。でこの20号の方の技術的保護手段と21号の方の技術的保護手段は全く違うものではないんですね。全く違うことを言ってるわけじゃないんですけど、ちょっとレジュメに書けばよかったんですが、ちょっと板書させてください。まず20号の方の技術的、技術的保護手段っていうのは、すごい簡単に言っちゃうと著作物を暗号化する手段で、類似する言い方でコピーコントロールですね。要はコピーさせないようにする技術、コピーコントロールと同じような意味合いでこの20号でいうとこの技術的保護手段を捉えてもらったらいいと思う。で21号の方の今度新しくできた技術的利用制限手段というのは著作物の主張を制限する手段。ポイントは主張を制限なんですよ。こっちはコピーコントロールなので、つまり複製を前提にしている。だけど視聴を制限する、つまりこっちはアクセスコントロールについてのものなんです。ただ視聴を制限する手段を、回避してコピーをするってことだから、厳密に言うと全然関連性がないわけじゃなくて、これで20号が上位概念でその1対応が言ったら21号みたいな感じなんだけど、旧法だとこの20号しかなかったのでコピーはダメよと、ね、コピープロテクトかかってるのにそれ外して複製したらダメよっていうことで、それがたとえ指摘しようであっても侵害だったっていうのは旧法から同じなんですよ。だけどこの今回はこのその解除すること自体も侵害とみなすっていうふうな113条の3項ですね。ちょっとこの条文が関連するのが113条なので19ページのところ見てもらいたいんですけど、要はその解除する技術的利用制限手段の回避、ね、回避、を行う行為は技術的利用手段にかかる、研究または技術開発の目的上正当な範囲内で行われる場合、その他著作権者等の利益を不当に害しない場を除き、当該技術的利用制限手段にかかる著作権、出版権、隣接権を侵害する行為とみなすということで、この113条の第3項を規定するために、21号の定義が必要になったわけなんですけども、この21号に連動するこのここではその、技術的利用制限手段の回避を行う行為、だからプロテクト外す行為、解除する行為自体を侵害とみなす行為として規定したっていうところが、一つ改正の大きなところになります。
だから複製を前提としなくても解除しちゃったらもう侵害になっちゃうよっていうところですね。だからまあそこがまあ20で予定している範囲と21で言っているところの定義の違いでもあるので、その複製しなくても解除すること自体も侵害とみなされるとは丸なんですよ。まあ、もちろんちょっとそこにあの例外というか一応ねこう書いてありますけどね、ここあの開発の目的上正当な範囲で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除きって書いてあるから、ここはちょっと一応例外はあるんだけども、こういう事情がなければ基本的に解除する行為自体は侵害になりますよってことを言っている。で113条3項がまあ新設されたっていうところがまず一つ大きなところなんですね。で次に、まあ、皆さんもここはご存知かと思いますけど、保護期間が延びました。50年から70年になりました。でこの50年から70年になったのはあの複数の条文にこう、ね、連動して影響しているの でそれもちょっとまとめてしまいましたから、18ページのこの表ですね。まず保護期間の原則がまず変わりましたね。あの普通に死亡から70年、今までは50年だったけど70年に変わりました。これが51条2項ですよね。で52条1項ですね、今度は52条1項は無名変名の著作物は、公表後70年を経過するまでの間原則存続すると。でただその間に、著作者が分かった場合ですね、無名変名って本来分からないけど途中でまあ分かった場合には、死後70年、まあ、つまり原則に戻りますよっていうのが無名変名ですよね。だからそこはもう機械的に50を70に変更しただけの改正になります。で53条は団体名義ですね。団体名義は公表後70年原則で、創作から70年を、以内に公表されなければ創作後70年に修正されるという括弧書きがある団体名義のものですね。これも50を70に変更しただけですね。であとは計算方式が57条のところにあるんですけど、これもあの要は、ね、こう50年って書いてるところを70年にしただけですね。で、あと101条のところは、実演レコード放送または有線放送の保護期間のところで、これもあの実演だと実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年経過した時までだし、レコードに関しては、発行ですね、発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年だし、まあ、同じような感じですね。だから50年を、まあ、単純に70年にしたような改正です。これが101条ですね。で116条、これもですけど、これはあの人格権者、著作者と実演家に人格権がありますよね。で人格権っていうのは一身専属性なので、その人格権を有する者が亡くなったら人格権は消滅します。消滅はします。ただ消滅したからじゃあ人格権の侵害になるようなことを死後にできるのかというと、それできないよっていうことですよね。まずでその、関連条文が、116条で、死後ですね、まあ、損害賠償とか、まあ、請求ができるわけですけども、でその3項のところでそのまあ請求に関して、まあ、いつできるのかっていうことですよね。著作者または実演家は遺言により遺族に代えて第一項の請求をすることができるものを指定することができる。でこの場合によってその指定を受けたものは当該著作者または実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過したことによってはその請求をすることができないと。でその経過するときに遺族が損する場合にあってはその 損しなくなった後においてはその請求することができないというふうに、ここも単純に50から70に変わっただけ、116条の第3項ですね。で、あと同じように121条の2、うん、これは罰則の規定のところで、50から70のところに変わっただけですね。商業レコードのところですけども変わったところになります。ですから、まあ、技術的な改正で、まあ、50から70に変わっただけで、あの存続期間の変更がないのは映画だけですね。映画もともと70年なので
そこは変更ありませんけど、それ以外は全部50年でしたから、それが変わっただけなので、まあ、関連して変わるものに関して、まあ、表でもまとめておきましたので、それでも見ていただいたらいいかなと思います。いいですかね。はい、であとは損害額の推定等というところで、これはちょっとその商標とは少し違う感じなんですけども、ちょっとその下のところで時間ないので見ておきますが、侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合には、著作権者等は当該著作権等管理業者、管理事業者の使用料規定により算出した額で括弧複数ある場合は最も高い額を損害額として賠償を請求することができるというルールが新設された。管理事業者で管理されている場合だけですけども、その場合にはその使用料規定というものがあるので、それにのっとって損害額を算出できますよというのがこの4項に入りました。で4項に入ったので、まあこうちょっと挿入されたような感じですけども、あとは実質的な解釈はありません。で次に119条からですけど、ここはまあ罰則ですよね。まあもう見といてもらったらいいと思いますけども、まあどういうものに関してちょっと変わったのかっていうところですね。まあ金額とか、まあそういったところで、あとはこの辺とかですかね、違法ダウンロードの刑事罰化とか、まあ、こういったようなところですね。で120条の2、こちらの方はさっきちょっと絡んだその技術的保護手段の回避とか、まあ、そういった技術的利用手段の回避を行うことを機能とする装置、まあ、さっき言ったようにその解除すること自体も、まあ、いわゆる罰則の対象になりますよっていうのがありましたけども、まあ、そういったようなところの関連条文になります。罰則なのでちょっと金額とかその覚えなきゃいけないですけども、見といてもらったらいいと思います。123条、そうですね、これは、著作権ってまあご存知の通り申告罪が結構あるわけですけども、119条1項の罪に関して条件付きで非申告罪になりますよという改正がなされました。ここはちょっと重要かなと思います。2項123条2項ですね。要は条件付きで、まあ、非申告罪の対象となるということですね。でその条件ですが、対抗を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡公衆送信または複製を行うものであること、有償著作物等の提供提示により得ることが認められる権利者の利益が不当に害されること、でこの3つの条件を満たしたときに非申告罪になりますよ。だから告訴がなくても控訴することができるということですね。はい、であとは、31年4月1日、施行予定の30年法改正のところですが、ここはもう1点だけなんですよね。基本的に改正で見とかなきゃいけないのは、この辺はちょっとその言葉のちょっと説明の表現を変更しただけなので、実質的な改正はここですね。33条の2、旧33条の2が今のとか改正後33条の3に引っ越ししたような感じになるので、まあ引っ越しした関係で、まあその技術的な改正が25ページのところにちょっとまとめてありますけども、33条の3関係でちょっとそこの条文が書き換えられてるっていう技術的な改正があるので、33条の2がこうポコッとこう間に入ってきた感じでちょっとずれたっていう改正です。で33条の2は何かというと、通常の33条で予定しているのは紙の教科書です。紙の教科用図書を前提に、著作物でもその教科用図書、まあ、一定の場合ですけども教科用図書に関しては著作権者の許諾を得ずに利用することができますよということを書いてあるわけですよね。33条の方で、33条の2は通常 の紙の教科書と同じようにデジタル教科書ですね、これを教科用図書代替教材というふうに呼んでるんですけど、まあ、ちょっと今時ですけども、教科書の中には紙じゃないものも、まあ、利用し始められているので、そこにもちゃんとその教育の目的上正当な範囲内で著作権者の許諾を得ずに利用ができるよっていうことを書いた制限規定が33条の2、まあ、それが入った感じですね。で、著作権者の許諾はいりませんけども、ただ2項で保証金は支払ってねと、保証金は支払ってね。でここ
ちょっと私のレギュラー講義ね受けられている方には言いましたけど、誰に通知をしてで保証金を払わなきゃいけないかって、これ似たような条文でいっぱいあるんですよ。許諾いらないよと、ね、制限来てあるから許諾いらないよって言ってるんだけど、その代わり保証金払ってねっていうのがありますよね。でその時に通知がいる場合があって、でその通知誰にするのかっていうのが条文によって違うんですよね。でこの33条の2は、教会用図書を発行する者にその旨を通知するってことになっているので、誰にっていうところも担当的には大事かなと思います。それは他の条文も同じ、通知が誰になせる、著作者って書いてる条文もあるし、ね、誰にっていうところを覚えてください。で保証金を払わなきゃいけないというところですね。これが33条の2で、あとは技術的な改正です。もう102条からも全部そう、制限規定に33条の2が入って33条の3が移動したので、そのままこうずれましたっていうだけですね。はい、これで以上になります。で、TPP 関係で、まあ、ちょっとタイトル打ってましたけど、4月1日のものもちょっと見ましたが、別に分けて考える必要ないので、改正マターとしてちょっとフォローをしといていただければと思います。でまあ、改正ってね、結構特に、まあ初めての受験の方はもう改正後のものが初めての単位になるので、あんまりまあ気にならないと思うんですけど、当然まあ去年ね試験を受けられた方は去年の内容と違うところっていうのが入るってだけでも結構ね気になったりとかするものですよね。で私もまあ、ね、当然受験生だった時代があるの でしかも結構大きな改正があった時とか、ね、ありましたから、平成10年の一生法の改正とかね、すごい大きく変わりましたし、で14年の改正とかも、まあね、ありましたから、結構その改正って気になるんですけど、ただ思ってるほど出ないんですよね、そうは言っても。だからあんまりそこばっかりにやっぱりこう注力してしまうと肝心なところできないってことが一番怖いので、まあ、受験生としてやっぱり適切な範囲でとどめておいていただいて、あくまでもプラスアルファぐらいなイメージでいいかなと思います。で今日まあレジュメに書いて一応ね大きく変わるところに関しては、新設とかなってるようなものに関しては書いていたりとか、移動したものも一応載せてありますけど、まあ、特に延長関係なんかずれてるのばっかりじゃないですか、ね、ずれてるのばっかりで、新しくボンって本当に新しいことが入ったのってそうはないので、いや2項延長のところだけですからね、言ったら。ですからまあこうやって整理してみると大した改正じゃないなって多分思うと思うので、まあ、あんまり時間をかけすぎることのないように気をつけてください。で審査基準がちょっと変わってますよね、一生法商標法変わっていて、まあ、そのあたりもまたちょっと講義とかレギュラー講義の中でとかね、まあ、言及していきたいと思いますけども、まあ今のところそんなに大きな変更はないかなと思っています。一生法商標法の審査基準の改正で、あと、まあ、このあと9条とかね、一生法の9条も改正が予定されているので、審査基準ね、9条のところの審査基準の改定が予定されているので、まあ、それがちょっといつになるのかっていうのはね、中上級の方たちは、気になってるみたいで、ね、こう問い合わせがあったりとかしてるんですけど、まあ、いつ変わるのって私も予言はできませんから、うん、それは分からないですよ。ただ試験に入れる気であれば一緒に、ね、変えるんじゃないかなと思うんですけどね。だからあんまりそのなんていうのかな、受験生に対してそのあんまり不合理なことはしないんじゃないかなって私は思っているんですけど、もしまあそれがあったとしてもあんまり試験に影響はないと思いますよ。みんな一緒なので、そこはだから私だけがそのなんか不合理受けるみたいなことは絶対ないので、うん、あんまりなんかそういう改正のことばっかり心配しすぎないようにしてください。今日のまあ改正講座も、ね、冒頭で言ったようにレックとしてはやる気がなかったんです。大した改正じゃないかいりませんってどの先生もおっしゃってました。だけどもうちのクラスは抱えている受講生が多いので、それだけまあクレームというか受講生からダイレクトに私にも声が上がるんですよね。やっぱり改正心配だ心配だっていうのが、なので、まあ、私の方では、まあ、受験生すごい心配してるんであればやっぱり多少ねやってあげた方がいいのじゃないかなっていうところで強行しましたけども、うん、でまあ実際やっぱりすごい心配してる人が多いんだなっていうのが今日分かりましたから、まあ、よかったと思いますけども、ただあんまり心配しすぎないように
ね、気をつけてください。はい、ではですね、貴重な、ね、時間、日曜日 の時間をいただきました。で、皆さんが、ね、担当試験に向けてこれから大事な時期に入りますので、まあ、体調管理しっかりとしていただいて、ね、元気に試験の日を迎えられるようにですね、頑張っていきましょう。はい、では今日の講義はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。